よし、じゃあ続きやっていきますか。これか。いかんいかん。よし。これは楽しみですね。クリスマスデート。極輪子。まずい、上着着てないぞ多分。おはろう。これは幼なじみイベント。違うか、これ多分あの首の部分が結構開けてる服なのかな。3分。あ、ダメか、これすぐ起きないと。あ、何されんの。いや、ジョーラだった。て、抵抗がない。普通にエッチって、うむ、もう紳士的にこう、これこれ男と女逆じゃねえかこれ。なるほどね、元気だな。クリスマスデートですよ。ドラマティック、なるほど、確かに活動写真、映画ですね。ていうかまだ見てねえ。ていうかレンタルしてんのかな。ラチェットさん出るみたいなんだよなあれな。じゃ暇もねえしな、暇があればなちょっと探してみたいんだけど。ええやん。ロマンチストだよね、ジェミンちゃん。お、肉かな。おお、ハムステーキ。いいなぁ。朝から豪勢だな。日記。あ、これ読んではいけない。ダメだ、乙女の秘密を。なんで長いんだよこんなに。ダメだっつーの、怒られるぞ。いや俺は絶対読まないぞ。読まないぞ俺は。読みたいな、ちょっとぐらいなら。って長えなマジで。いやこれちょっとぐらいなら、まあ読まないよね。ダメでしょ。いぐらいいぐらい。結局読むんかい。あ、デートの予定。セントラルパークの池でボートに乗るの。進次郎に漕いでもらって他のボートにぶつかってよろけた二人は、なんてなかなかロマンチック。かわいいじゃねえかよ。ちゃったみたいとか言っちゃったりするの。
事を楽しんだ二人はいい感じになって、そして二人はニューヨークの夜景を見ながら、初めての、これはイケメンすぎるな。これはでもあれだな、こんだけ思ってくれてるってことだよな。わひゃ。うん、結局見たのな、うん、乙女ですね。憧れてたんだ、シンジロって僕のこと本当に思ってくれてるんだね。なるほど、こうなるわけだな。あのさ、シンジロ、僕夜景の綺麗なところに行ってみたいんだ。出た、ピーカブースタイルね、いいでしょ。カルロスさん、こっちに来てくれ、こっち。ちょっと困ってるんだ。ほら、ジェミニさんも来て。あの、僕たちこれからいいところ。これ、カルロスさんが来るとは思わなかったな、まさか。人形劇をやるんだよ。は？子供たちに人形劇？よくわかんないんだけど。ボランティアで公園に来た子供たちに人形劇を見せてるんだけど、今日に限ってバーバラもジンジンも仕事が抜け出せなくてさ。すげえ、めっちゃいい人たちじゃねえかよ。頼む、俺を助けると思って手伝ってくれ。面白そう。僕はいいよ、なんだか楽しそうでした。もちろん。それに子供たちは人形劇を楽しみにしてるんでしょ。だったら裏切っちゃダメだよ。いいじゃない、デートはいつでもできるしさ。ね、シンジローもいいでしょ。構わないよ。これはさすがにな。うん、そうだね、こういうのも楽しいよね。そいつは助かった、よろしく頼むぜ、お二人さん。カルロスさんたちにはお世話になったしな。僕たちにドーンと任せて。ジェミニさんとシンジローはお姫様と王子様の役をお願いするよ。おお、おあつらえ向きじゃねえか。台本は置いとくんで読みながらやってくれ。あ、これまたあれかな、選択肢系かな。うん、わかった。シアター仕込みの演技期待しててね。あ、かわいい。エリカみたいだな、なんか。悪い竜と結婚なんて嫌ですわ。悪い竜と結婚させられる姫、はてさてどうなりますやら。ここで休憩。カルロさん、うまい。どうだった僕の演技、トミー賞もの、もしかして主演女優賞。人形劇って結構楽しいね。子供たちもみんな夢中になっててさ。よかったよかっただろう。俺たちも初めはバカにしてたんだけどさ、やってみると楽しいんだよ。今じゃここの子供たちともマブダチだからな。ええやん、なんかいいな、こうハーレムの人たちがこういう風にね、ボランティア活動とかしてくれてんの。2幕でしょ、準備しよう。
そして王子は悪い竜を倒し姫を助けたのでありました。ああ王子様、悪い竜から助けていただき、なんとお礼を言ってよいのやら。うん、ああ王子様、あなたこそは運命の人。もしよろしければ私と結婚してください。うん、王子様、愛しております。うわ、どうしたの進次郎。あ、近い。どうしようこれ。うわ、そんなに力強くしたら。あ、やべえ、やっちった。進次郎、何やってんだよ。最後のシーンで大失敗しやがって。しかもジェミニさんに抱きついたりしやがって。台無しじゃねえか。これは。ジェミニは喜んでくれた。ロマンチックなキスはまだまだ先みたいだね。ちょっと安心しちゃった。くえ、俺ってやつだ。俺ダメだな。俺いつも最大にしちゃうな。待てこら、根性入れ直してやる。やべ、まさかこんなコミカルなオチに。あ、これで、ね。これデート終わりか。これでまだ早いな。一旦とりあえずセーブするか。くそー、台無しにしてしまった。申し訳ねえ。まあ、ねえよな、さすがにな。さすがにあれはねえよな。よし、じゃあ続けますか。まあ、一応見てみよう。あ、もう十分になってる。ええやん。スバルさんが全然、スバルさんもあげたいんだけどな。おお、これデートパート終わりか。やっちまったな。それだけニューヨークの人たちも楽しみにしてくれてるってことよ。私たちも頑張らないとね。進次郎、なんだかすごいね。100万人ぐらいいるよ。ニューヨーク中の人が集まってもそんなにはいないよ。だけど本当にすごい人だな。気持ちはでもね、そういう。それだけ私たちのステージが人気だってことさ。期待には応えないとね。一夜限りのミュージカル、緊張しますね。ドキドキしますね。心配すんな、ダイアナ。リカがついてるからな。大丈夫、大丈夫。ありがとう、リカ。その時はよろしくお願いね。はいはい。それじゃみんな衣装に着替えてステージに向かうわよ。成功するといいな。イエッサー。メリークリスマス。みんな楽しんでる？リトルリップシアターのクリスマスコーお越しいただきありがとうございます。お送りいたしますはオーバーザレインボーサンシャイン。さあ始めよう。
とても素敵な都、希望の虹が生まれる都。子供の頃に見た夢はいつでも思い出せるように書棚の奥にしまってあるよね。夢に続く空はいつだってただひたすらに誘うのさ。青く青く青く渡って、君を待つ澄み切った空はどこまでも思い出せるように羽を広げて飛び立てるよね。いつかきっと行ける場所、いつか見た夢の叶う場所、虹の虹の虹の都さ。シャイニングザレインボー、シンキングザレインボー、さあ輝こう、オーバーザレインボーサンシャイン。すげえ。パックすごいな。いいね。すげえ。あ、ここだけなんだ。でもまあそっか。まあそうだよな。いい音。これマックスでいいでしょ。ダメだ。あ、許してくれた。くそ、ダメだな。もうなんか最大にしちゃうな。いやこれはよいいんじゃないかなと思ったんですけどね。ダメか。うん、少し上げるぐらいがちょうどいい。これダメだな俺。うん。サタンクロス。うん。楽しんでおります。これだな。うん。あ、でも下でもよかったけど。うん。うん、3回も。すげえ。お。ハム。このゲームっていうかすごいよな。 CG 多いよな。なかなかないよな、こんなに多いゲームって。最近みんなのあのバッグがゴールドで嬉しいです。ゴージャスな感じですね。おお。あ、ジェミニだ。ラリーさんだ。手作りなんだ。手作りだよな。うわー、出た。ピーカブースタイル、かわいい。チェミニのプレゼントがなんでがっかりしてんの。へへへへ。ハム。
お歳暮、まあそうなるわね。お歳暮とかアメリカとかでもあれなのかな、わかるのかな。うん。あ、あざっす。ええやん。これ間接的にうちに来いって言ってることだからな。うん。いいな、幸せだな、幸せいっぱいだな。ここからあれか、一回あの落とすパターンかな、桜大戦あるある。一回落とすパターン入るかな。いいね。出た。夢、幻のごとくなり、ひとたび生を得て熱せぬものもあるべきか。時は至れり。一体何者？やっぱラスボスっぽいよな。黒龍が作りし欲望の土地、ドクロが奪いし魔道の金、夢が生みし虫どもの、津軽火が集めし汚れし聖子、そして主の魂を封印せし覇王の剣、ついにまみえることができる。今こそ時は至れり。安土よ、主を守りし天の殻、いざ呪われし姿を現せ。すげえな、 CG ってかムービーか。相変わらず。やはり信長だったか。ならばあの城は魔城安土。信長。そうさ、予言にあった魔王の正体が信長だったとは。魔王、驚きだけどね。六天魔王だっけ。予言、サニーサイド、あんたこのことを知っていたのかい。まあね、ジェミニの持ってきてくれた五輪の書と僕が手に入れた東方見聞録外典、
この2冊に書かれていたのさ。フヤの町に魔を滑る王が降りると。フヤの町とはニューヨーク、そして魔を滑る王とは第六天魔王信長。東方見聞録外典、やはり持ってたのね、サニー。ラチェットには悪いと思ったんだけどね、君が日本に行った時にこっそり密輸してもらったんだ。君は知らなかったと思うけど。なぜ？だって反対するじゃないか。こういうオカルトめいたのは嫌いだろ。うん、うん、今の可愛いな。あの魔杖からすごく強い魔の波動を感じます。憎悪、怨恨、そして全てを殺そうという意志。大丈夫かダイアナ、しっかりしろ。リカがついてるからな。サニーさん、ラチェットさん、今は信長を何とかしないと。じゃないとニューヨークが。分かってるわ。プラム、アンディ、アズチの解析はできてる。もちろんよ。結果を画面に出すわ。敵、アズチ城、マンハッタン島中央部に出現。現在安定してるわ。揚力値計測不可能、空間構成元素構造解析不能、異常次元歪曲と時空芯を観測。1924年に帝都東京で観測されたものと酷似しています。そういうことか。今度はニューヨークに魔界が出現したというわけだな。帝都、パリ、ニューヨーク、人が集まるところには魔も集まるということか。このニューヨークは世界一の都市、土地に眠る潜在能力も桁違い。目の付けどころはいい。だが復活したばかりの安土城の揚力程度なら今の星組でなんとかなるさ。ん？いいのかその慢心は。大学、五輪マンダラを知ってるかい？五輪の戦士が使うことのできる最強の風魔の陣だ。まさに東洋の神秘だね。サニーサイド様に代わって説明いたしましょう。五輪の戦士が特殊な陣形を組み、マンダラ陣を描くことで魔を封じることができると伝えられております。中世日本においても魔王と化した信長を封印するため五輪マンダラが使われたとも。サニーサイド様はこの時のために五輪の戦士をお集めになられていたのです。うん、大学、安土城の天守まで彼女たち五輪の戦士を連れて行ってあげてほしいんだ。できるかい？もちろんです。よし、ここまでは予測の範囲内だ。ニューヨーク歌劇団星組、 It's show time。 スタート、いざ。かっけえ。
ランよ、黒竜たちはどうした？小杉十郎太っぽいな。はい、信長様の派行を成就するため。黒竜、毒竜、夢、つがらみ、皆一択。わしが目覚めるためだ。やつらの命程度なら安いもの。くっ。はい、ですが信長様が天下を治めになれば、やつらの魂を休んずるかと。くっ。ランマ、戦の支度をせよ。無法者が近づいておる。はっ、すでに支度は整っております。わしの波動の邪魔をする者は何人たりとも許すな。命に変えても。信長様のためなら。それでは森蘭丸、出陣いたします。森あんまるか。なるほど。あんちゃんとあれか、最終決戦。あ、リカもやる気十分。つえー、ジェミニージェミニーつえー、最強すぎる。スバルさんが、スバルさんとジェミニーのこの作用。ごめんなスバルさん。ライオンハート、よし、じゃあこの辺で切りたいと思います。お疲れ様です。強そうだな次な。